なんかいろいろ履いてみた結果。どうも、美ボディ研究部部長の佐久間美穂です。いよいよエッセンシャルナイトブラの再販日が決まりましたということで、そちらのお知らせと、あとエッセンシャルナイトブラとセットのショーツも作ってほしいという声がすごく多かったので、そちらもね動き出しているので、進捗をお届けしていきたいなと思います。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴー。はい、ということで早速エッセンシャルナイトブラの再販日ですが、大変お待たせしました。3月11日に決定しました。お時間はですね、今公式インスタグラムの方でアンケートを取っていただいているようなので、決まり次第編集で追加しておきます。今フォロワーさんがみよみよになってる。スクショしたか。前回は先行発売が1分弱もう秒で完売してしまって、一般発売もまさかの3分足らずで完売してしまうという予想外の反響にもびっくりしてるんですが、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ただ次回、次こそはね、本当に欲しいと思ってくださってる方、皆さんの手元に届いてほしいなと思っているので、数も一般発売の時の倍以上用意していただいてるということなので、大丈夫だろうとは思うんですけど、一般の時も大丈夫だろうと思っていて、あの状況になってしまったので、何が起こるかわからないということで、できるだけ早めに参加できる方はリアルタイムに集まっていただいた方が安全かなとは思います。また30分くらい前から YouTube ライブと公式インスタグラムでもライブするかなと思うんですが、再販の瞬間をカウントダウンしていきたいなと思ってますので、集まっていただけると嬉しいです。また質問などリアルタイムに言っていただければどしどし答えていきたいと思います。あとカラー展開はもう少し時間がかかるようで、前回ライブで着用している感じを見てもらってアンケートに答えていただいたおかげでカラーはもう決まったようなんですが、実際発売ってなるのはもう少し先になるようなので、3月11日の再販では一番人気の黒一色を再販していきたいと思います。その他サイズ感だったり素材とか諸々の質問はこちらで動画で詳しくお答えしていますし、あとレビューをね、もうすでに購入してくださった方がたくさん細かく書いてくださってるんですよ。普段こういうサイズを使っていて、こういうお悩みがあって、このサイズをミアでは選んだらこういう風に感じましたっていう感想をすごく細かく書いてくださっているので、ホームページのレビューも参考になるかなと思います。あ、レビューしようと思って忘れてたっていう方はまだホームページ受け付けてますし、インスタからもね、メンション付きで感想とか送ってくださってる方すごく分かりやすいです。ありがとうございます。さあ続いてはショーツの進捗です。一般発売のライブの時もそうでしたが、その後も公式 LINE や Instagram へたくさんセットのショーツを出してくださいっていうリクエストが多かったとのことで採用されました。次は日中用のブラとかね、スポーツブラとかブラ系のリクエストが多いかなと思ってたので意外だなと思ったんですけど、でも確かにね、ブラとショーツってセットの方が絶対可愛いですもんね。もちろん他にもスポーツブラとか日中用のノンワイヤーブラとかブラキャミとかいろいろリクエストをいただいておりますので、リクエスト多かった順に取り掛かっていけると思いますので、皆さんの声をたくさんホームページのリクエストボックスやコメント欄などにもね書いていただければなと思います。でまずはショーツということで、ショーツはショーツでもこうホームページとかインスタグラムで着ているような、ただただセットできたら可愛いよねっていうおしゃれ用のショーツなのか、ちょっとした補正機能がついていた方がいいのかとか、補正付きだったらサポート力強めがいいのか、それとも着心地がいい方がいいのかとか、お悩みポイントはお腹なのかお尻なのか太ももなのかとか、どこを一番サポートしてほしいかなどなど、またブラの時同様ミアの公式インスタグラムの方でいっぱいアンケートを取らせてもらって、制作チームで会議を重ねてみんなのお悩みが改善されそうなアイディアをまとめて工場さんにお願いしますって出したものが、先日ファーストサンプルが届きまして、部長がまた試着しまくって手厳しい意見をまたたくさん伝えてセカンドサンプルをお願いしてきたので、その様子を部員にも共有したいと思います。どうぞ。素材は本当ファーストとは思えないぐらい、初回からあいいじゃんって思ったんですけど、細かいことを言っていくと、中の縫い目が痛いかなって、きつめじゃないですか補正だから、グググググって上げないといけないのでガガガガってなるんですよ。なので私はちょっと思ったのが、ボールガーメント縫いみたいな感じにして、今日私履いてるパンツがそうなんですけど、これだってやりにくいからな今日ってどっかで試着とか試着室みたいな、あ、試着室めっちゃ立って、あ、じゃあそこで今日の私のパンツを見てくださいどっちを取るかですよね。補正力強くするのかリラックス取るのか、これ本当いいと思うんですよ。補正としてはすごくいいと思うんですけど、やっぱり安
ケートでも補正力よりも着心地の方が上位に来ていたので、うん、もっとリラックスだけど完全ドラーンではないような、お尻はもうちょっと下から支えてほしいんですけど、このパンツのコマンチェよりも下にあるとどうしてもこう動きはそりゃくるくるってなってきちゃうじゃないですか。でもじゃあこうするってなるとお尻だけ長くっていうのはどう物理的にどういうことなのか。ここだけそのレースのレースが一番可愛いって思ったんですけど、これ一番高くてですね。あ。レースの生地を変えればいいとかいう問題でもなく、まあ、ただ見た感じやっぱレースが可愛いなと思ったんですよ。ここ減らしましょうか。そうです、お尻もいらないですね。なんかちょっといい感じに減らしてちょっとコストを抑えられます。到着、移動。何の拍手。いろいろ履いてみた結果、ファースト、うちのファーストめっちゃいいぞ。いいものを最初に着て、わがままをつけようとしたから、ね、あれ比べると、なんか確かに綺麗です。すごいいいぞ。あ、これこんないい生地だったんだ。結構いいなと思って。いいですね。さすがです。素晴らしい。すいません、ケチつけて。スーパーターンのサンプル作ってみます。なんかこれ。ちょっと後ろ弱くしてもらって、そうですね、で長いのは今ぐらいの。はい、という感じで進んでおります。お次はサイズ展開ということで、またブラの時同様皆さんのサイズ感を教えてほしいです。動画下の概要欄にこんな感じのアンケートが貼ってありますので、こういう100均とかでも売ってある柔らかいメジャーを使って、このお尻のね一番高い部分に合わせて床と垂直になるようにして測ってください。実際は何も履かないか薄いショーツの上から測ってみてください。ちょっとねめんどくさいかと思うんですけど、このアンケートの数とかも販売数を判断される材料になってしまうので、欲しいなって思ってくださってるあなたのサイズが、あなたの分がなくならないようにぜひご協力をお願いします。はい、ということで本日はミアのエッセンシャルナイトブラの再販日のお知らせとショーツの新着をお届けしました。改めまして、再販日は3月11日の夜になりましたので、30分前から YouTube ライブやオフィシャルインスタグラムのライブもやると思いますので、ご都合の合う方はリアルタイムに集まっていただけると嬉しいです。その他もろもろ最新情報や変更点などありましたら、ミアの公式インスタグラムが一番早いのでフォローしておいていただけると嬉しいです。プレゼント企画などもね今後もあるようなので、前回もバレンタインのプレゼント企画たくさんのご参加ありがとうございました。もう届いたかな。そしてショーツのサイズ感のアンケートもお待ちしています。よろしくお願いします。それでは今日の動画も良かったよと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントで感想やリクエストもお待ちしています。ではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。